新型コロナウイルスが韓国内で拡散した旧正月以降、文字栄大統領の支持率が45%にダウンした。世論調査専門機関、リアルメーターがイトンの依頼で、去る28日から31日まで全国19歳以上の2511人を対象に実施した2020年1月5日週目の週間集計結果によると、 文大統領の国政遂行支持率は、一週間前に比べて2.0ポイントダウンの45.0%を記録した。一方、国政遂行をうまくできていないとする否定評価は0.4ポイント上がった50.3%を記録。また、わからない、未回答は1.6ポイント増加の4.7%だった。